エドワード・ストットは、イギリスの画家である。フランスで学んだ後、イギリスの農村の風景や人々を描いた。イングランドのランカシャーのウォーデルワースに生まれた。父親は、富裕な実業家で、町長も務めた人物で、アメリカの南北戦争の影響で、ランカシャーの面産業が打撃を受けた後も、炭鉱の経営などをした。ストットは、マンチェスターの父親の会社の仕事をしながら、 マンチェスターの美術学校の授業も受けた。1880年に画家になることを決意し、支援者を得て、パリに渡った。当時のイギリスやアイルランドからの学生たちに多かった、修行のコースである、カロリス・デュランの画塾で学んだ後、エコール・デ・ボザールに入学し、アレクサンドル・カバネルに学んだ。パリでは、ジュール・バスティアン・ル・パージュの自然主義の絵画やバルビゾン派の画家たちの影響を受けた。 1882年から1884年の間、サロンド・パリに出展した。オーシュル・オアーズの芸術家村で活動した。イングランドに戻ると、絵の題材となる風景を求めて、田園地域を旅し、同時期に、パリで学んでいたフィリップ・ウィルソン・スティーアとサフォークの海岸の村ウォルバー・ズウィックなどで活動した。ウォルバー・ズウィックでは、アイルランド出身の画家。 ウォルター・オズ・ボーンとも知り合い、二人とも外交派の画家として活動した。ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの保守的な審査に反対する芸術家によって1885年に創立されたニュー・イングリッシュ・アート・クラブの会員になり、1887年に2点の作品を出展した後、1888年から1895年までの展覧会に20、 1855年に設立され、美術評論家のカート画家のヘールが館長を務めて、ロンドンのニューギャラリーは若い芸術家の作品を多く展示し、ストットはこのギャラリーで頻繁に作品を出展することができた。1885年にウェストサセックスの村アンバリーを訪れ、1887年からそこに住むようになった。 村の人々とも親しくなり、村の人々を描くようになった。素朴な田園の風景は、当時のイギリス人の教習を誘う題材であり、人気を得ることができたが20世紀に入ると、時代遅れなスタイルとなった。1906年にロイヤルアカデミー・オブ・アーツの巡回員に選ばれた。後年は宗教的な題材を描くようになった。1918年にアンバリーで死去した。 ありがとうございます。